本日はドイツワイン一問一答です。ドイツワインのソムリエ試験での要点は、ブドウ品種13の特定ワイン生産地域、ワイン法では品質とスタイルが残糖量に基づいて規定されています。特にワイン法の部分は主にドイツで特徴的な残糖量に応じた規定の理解がしっかりと必要とされます。全体的にドイツ語の読みづらさと相まって入り方を間違えると挫折必至ですが、解説動画ではそのあたりもなるべくストレスを減らして学んでいただけるよう要点をまとめて分かりやすく解説しています。各テーマの解説動画についても再生リストから一気に視聴ができますので、ぜひ参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。純吉のお店でもオンリストしているおすすめのワインについても概要欄にリンクがありますので、そちらもぜひポチってお試しください。800年頃ドイツでワイン作りの普及に貢献した人物は、カール3世、クレメンス・ベンツェスラウス、アレキサンダー大王、カール大帝。カール大帝。カール大帝は各地に勅令を出し、適切なブドウ栽培と衛生的な醸造を指示しました。同時に教会、修道院に畑を寄進し、ワイン作りの普及に貢献しました。ドイツのブドウ栽培面積の上位3位の順番で正しいものは、リースリング、ミュラートゥルガウ、シュペートブルグンダー。リースリング、シュペートブルグンダー、ミュラートゥルガウ。ミュラートゥルガウ、リースリング、グラウブルグンダー。ミュラートゥルガウ、シュペートブルグンダー、リースリング。リースリング、シュペートブルグンダー、ミュラートゥルガウ。リースリングは白ブドウ、黒ブドウの栽培面積合計の 23.6% の割合と占める、この国の代表的な品種です。一方、1995年頃までは、リースリングを上回る栽培面積を誇っていたミュラートゥルガウは、第3位に順位が落ちています。1990年代半ばの赤ワインブーム以来、栽培面積が増えていた赤ワイン用品種は、2005年をピークにやや減少傾向で、2021年のブドウ栽培面積全体に占める割合は 31.6% です。ドイツのワイン用ブドウ品種の交配として誤っているものは、ドミナはポルトギーザーとシュペートブルグンダー、ドルフェンダーはヘルフェンシュタイナーとヘロルドレーベ、ミュラートゥルガウはリースリングとマドレーヌロイヤル、ショイレーベはシルバーナーとブケットトラウベ。ショイレーベはシルバーナーとブケットトラウベ。ショイレーベはリースリングとブケットトラウベの交配品種です。これはかなり難易度の高い予測問題ですが、本試験ではこういった形式で出てくる可能性もあると考えています。ドルフェンダー、ミュラートゥルガウはドイツの主要品種ですので、交配の内容もしっかり覚えて、消去法からでも答えに近づけるようにしていきましょう。2000年代に入り、有機農法に取り組む生産者が増え、カビ菌耐性品種の中で注目されるようになった赤の代表的な品種は、レンベルガー、ポルトギーザー、レゲント、トロリンガー。レゲント。代表的なカビ菌耐性品種に黒ブドウのレゲント、白ブドウのカベルネブラン、ソラリス、ヨハニターなどがあり、持続可能性の観点からも世界から注目されています。ドイツ新ワイン法の規定として誤っているものは、地理的表示付きワインの中で GU と GGA に分けられる。2021年から新ワイン法で GU の中でさらに4段階の格付けに分けられた。ラントバインは13ある指定地域のブドウを 75% 以上使用しなければならない。バインは従来のターフェルバインに相当する。ラントバインは13ある指定地域のブドウを 75% 以上使用しなければならない。ラントバインの条件としては、26ある指定地域のブドウを 85% 以上使用しなければなりません。地理的表示付きワインの中で、トップカテゴリーの GU と、それよりも規定緩和された GGA に分けられます。GU は2021年からの新ワイン法において、格の高い順から、アインツェラーゲ、ゲマインデ、レギオン、アンバウンビゲートに分けられます。複数の単一畑を統合した集合畑の名称は、アインツェラーゲ、ベライヒ、ラントバイン、グ
グロースラーゲ、グロースラーゲ。ドイツの特定ワイン生産地域は1地区から9地区のベライヒに分かれ、全部で42地区のベライヒがあります。ベライヒの次に大きい地理的単位は集合畑のグロースラーゲで、複数の単一畑アインツェラーゲを包括します。シュペートレーゼの説明として正しいものは、遅くまで待ち完熟した状態で収穫したブドウを用いる、完熟しているか寄付のついたブドウを用いる、寄付化したブドウか少なくとも果熟したブドウを用いる、相当程度に乾燥した寄付ブドウを用いる。遅くまで待ち完熟した状態で収穫したブドウを用いる。シュペートレーゼはドイツ語で遅摘みを意味し、ブドウが完全に熟した状態で収穫されます。これにより糖度が高く、豊かなフルーツ味と複雑な香りが特徴です。その他の選択肢の完熟しているか寄付のついたブドウを用いるはアウスレーゼ、寄付化したブドウか少なくとも果熟したブドウを用いるはベーレンアウスレーゼ、相当程度に乾燥した寄付ブドウを用いるはトロッケンベーレンアウスレーゼのそれぞれ規定です。アイスバインの最低果汁糖度は80から95エクスレ、88から105エクスレ、110から128エクスレ、150から154エクスレ、110から128エクスレ。アイスバインの最低果汁糖度は110から128エクスレです。この基準はアイスワインが極めて甘く濃縮された風味を持つ高品質なデザートワインであることを保証しています。アイスワインは凍結したブドウを収穫し、果汁を絞ることで作られ、その際の糖度が非常に高くなります。最低果汁糖度についてはそれぞれの肩書きでしっかりと覚えていきましょう。プレディカーツバインの条件として正しいものは、一つの単一畑で栽培、収穫されたブドウを 100% 使用すること、各地域で許可されているブドウ品種から作ること、補糖を行うことができるが制限がある。ワインは公的機関による品質検査を受けるが、公的検査番号の表示義務はない。各地域で許可されているブドウ品種から作ること。プレディカーツバインはドイツワインの中で最も高い品質のカテゴリーに属します。このワインは13地域内の1つの地域内で栽培、収穫されたブドウを 100% 使用しなければなりません。補糖は禁止されており、ワインは公的機関による品質検査を受け、検査に合格し、公的検査番号の表示が義務付けられています。ズースレゼルベは瓶詰め前に添加されることがある未発酵のブドウ果汁のことで、ワインの甘味を調整し、酸度とのバランスを取るために全体の 10% 以内の量で添加することができる。この説明は丸か×か。×。ズースレゼルベは瓶詰め前に添加されることがある未発酵のブドウ果汁のことです。収穫後の果汁の一部を未発酵のまま保存したもので、ワインの甘味調整やバランスを取るため、仕上げ時に 25% 以内まで加えることができます。全体の 10% 以内の量の記述部分が間違いでしたね。単一の赤用品種から醸造されたクバリティーツバイン以上の品質であるドイツのロゼワインは、シャウムバイン、ロートリング、ヴィンツァーゼクト、バイスヘルプスト、バイスヘルプスト。ドイツのロゼワインには単一赤用品種から作られるバイスヘルプストと、赤白ワイン用品種を混醸したロートリングがあります。シャウムバインは発泡性ワインの総称で、ヴィンツァーゼクトは自家栽培のブドウから伝統的瓶内二次発酵で作られる発泡性ワインです。スパークリングワインにおいて、特定生産地域で生産されたクバリティーツバインから生産されるものは、ゼクト BA、ドイチャーゼクト、シャウムバイン、ゼクト、ゼクト BA、ゼクト BA もしくはクバリティーツシャウムバイン BA にはヴィンツァーゼクトとクレマンの2つのカテゴリーがあります。 VDP の品質基準で最上位のものは、グローセラーゲ、エアステラーゲ、オルツバイン、グーツバイン、グローセラーゲ。
VDP はドイツのブドウ畑の格付けを推進している生産者団体で、1910年に全国組織ドイツナトゥアバイン競売者連盟として設立され、2000年から現名称となっています。その中で最上位の品質基準がグローセラーゲです。これは特に優れた畑から収穫されたブドウを使用し、最高品質のワインを生産するための基準です。他の選択肢はそれぞれ異なる品質レベルを示しています。VDP ゼクトプレステージの最低瓶内熟成期間は、15ヶ月、24ヶ月、36ヶ月、48ヶ月。36ヶ月。2020年12月、VDP は高品質なゼクトの格付け規約を発表しました。VDP ゼクトは15ヶ月。VDP ゼクトヴィンテージは少なくとも24ヶ月。VDP ゼクトプレステージは36ヶ月の瓶内熟成が必要です。2021年ドイツワイン法改正前の従来のワイン法の格付け基準として正しいものは、地理的故障範囲、発酵前の酸度、収穫時の果汁糖度、発酵後のアルコール度数、収穫時の果汁糖度。2021年ドイツワイン法改定により、格付けの基準が従来の収穫時の果汁糖度から地理的故障範囲へと変わり、フランス、イタリアなど EU の他の生産国との足並みを揃えることとなりました。ドイツの13特定ワイン生産地域の中で、ベライヒが最も多い限定生産地域は、ライン川、モーゼル、ビュルテンベルグ、バーデン。42あるベライヒの中で、バーデンが最も多く9つあります。ドイツの13特定ワイン生産地域の中で、北緯51度付近にあるドイツ最北のワイン生産地域は、パルツ、ザーレウンストルート、バーデン、アール。ザーレウンストルート。ドイツの13特定ワイン生産地域の中で、北緯51度付近に位置する最北のワイン生産地域はザーレウンストルートです。パルツは栽培面積が2番目に大きく、バーデンは3番目に大きい地域です。アールは赤ワインの生産比率が最も高い地域で、特にシュペートブルグンダーが盛んに生産されています。ドイツの13特定ワイン生産地域の中で、栽培面積が最小で、ドイツのトスカーナとも称される風光明媚な産地は、ヘシッシェベルクシュトラーゼ、ラインガウ、ビュルテンベルグ、フランケン。ヘシッシェベルクシュトラーゼ。ヘシッシェベルクシュトラーゼは、ドイツの13特定ワイン生産地域の中で、栽培面積が最小であり、ドイツのトスカーナとも称される風光明媚なワイン産地です。ラインガウは最高品質のリースリングの生産地域であり、赤ワインの産地であるアスマンズハウゼンも有名です。ビュルテンベルクはドイツ最大の赤ワインの産地として知られ、フランケンはボックスボイテルという独特の形状の伝統的なボトルで有名なワイン産地です。モーゼルの説明として正しいものは、白ワイン用品種が多く栽培面積の 90% を占める。上流は下流に比べると標高が低く温暖で降水量が少ない。ベライヒ、ヨハニスベルクがある。テラッセンモーゼルは渓谷の斜面の約4割が斜度 30% 超えの急斜面の畑である。白ワイン用品種が多く栽培面積の 90% を占める。モーゼルは爽やかなリースリングが得意なブドウ産地です。モーゼル川が流れていることで有名で、主に白ワイン用ブドウ品種のリースリング、ミラートゥルガウ、バイスブルグンダーなどを栽培しています。モーゼルのベライヒは、ビンゲン、ヨハニスベルク、シュタイガーバルト、ベルンカステル。モーゼルはドイツの有名なワイン生産地域の一つであり、6つのベライヒがあります。ベルンカステルはその一つで、特にリースリングの生産で知られています。ビンゲンはラインヘッセン、ヨハニスベルクはラインガウ、シュタイガーバルトはフランケンのベライヒです。
ビンゲンからコブレンツまでの景観がユネスコの世界文化遺産に登録されている地域は、ラインガウ、アール、ラインヘッセン、ミッテルライン。ミッテルライン。ビンゲンからコブレンツまでの景観は2002年にユネスコ世界文化遺産に登録された人気の観光名所です。ローレライの歌で知られるかつての船の難所もこの地にあります。ミッテルラインの説明として正しいものは、ビンゲンとボンの間の約 110km にわたるライン川流域の産地。白ワイン用品種が多く、栽培面積の約 60% を占める。ドイツで3番目に小さい産地である。観光名所となっているコブレンツはベライヒにもなっている。ビンゲンとボンの間の約 110km にわたるライン川流域の産地。ミッテルラインはドイツのワイン生産地域の一つで、ビンゲンとボンの間の約 110km にわたるライン川流域に広がっています。急峻な斜面と美しい景観で知られ、主に白ワインが生産されており、その栽培面積は約 85% を占めています。ミッテルラインはドイツで2番目に小さいワイン産地で、ベライヒはローレライとジーベンゲビルゲの2つです。12世紀にラインガウにシュペートブルグンダを持ち込んだとされる団体は、ガイゼンハイム大学、トリーヤ大司教、エーバーバッハ修道院、メッセージインアボトル。エーバーバッハ修道院。エーバーバッハ修道院は1500年頃にはラインガウだけではなく、現在のナーエ、ラインヘッセン、ミッテルラインにもブドウ畑を所有し、修道院の収入の約 40% をワイン販売で賄っていました。ラインヘッセンの説明として誤っているものは、18世紀のリープフラウミルヒや若手醸造家たちのメッセージインヤボトルで有名。なだらかな地形から千の丘陵地の名で知られているドイツ最大のワイン生産地。南端はフランスとの国境に接し、一部のブドウ畑はフランス側に位置する。白ワイン用品種が全体の 73.5% を占めている。南端はフランスとの国境に接し、一部のブドウ畑はフランス側に位置する。ラインヘッセンはドイツ最大のワイン生産地で、千の丘陵地の名で知られています。18世紀にリープフラウミルヒや2001年に結成された若手醸造家たちのメッセージインヤボトルで有名です。また白ワイン用品種が全体の 73.5% を占めています。ラインヘッセンの南端はフランスとの国境には接しておらず、この説明に該当する産地はファルツです。ラインヘッセンのベライヒでないものは、ビンゲン、ニアシュタイン、シュタルケンブルク、ボンネガウ。シュタルケンブルク。ラインヘッセンのベライヒには、ビンゲン、ニュアシュタイン、ボンネガウがあります。シュタルケンブルクは、ヘシッシェベルクシュトラーゼにあるベライヒです。フランケンの説明として正しいものは、生産地域は大きく4つのベライヒに分けられる。夏は暑く乾燥し、冬は寒さが厳しい大陸性気候。ブランデンブルク州に属する生産地域である。白ワイン用品種の栽培面積の割合が約6割である。夏は暑く乾燥し、冬は寒さが厳しい大陸性気候。フランケンはドイツのワイン生産地域で、夏は暑く乾燥し、冬は寒さが厳しい大陸性気候が特徴です。生産地域は3つのベライヒに分かれ、ブランデンブルク州ではなくバイエルン州に属します。また、白ワイン用品種の栽培面積の割合は約 80% で非常に高い比率を占めています。フランケンのベライヒでないものは、マインフィアエッグ、マインドライエッグ、シュタイガーバルト、オーバラーネッカー。オーバラーネッカー。フランケンのベライヒには、マインフィアエッグ、マインドライエッグ、シュタイガーバルトがあります。オーバラーネッカーはビュルテンベルクにあるベライヒです。
ドイツワイン産地でネッカー川流域の地域は、ビュルテンベルク、フランケン、ナーエ、バーデン。ビュルテンベルク、ドイツのワイン生産地域の中でネッカー川流域に位置するのはビュルテンベルクです。この地域はネッカー川沿いの斜面で多くのブドウが栽培されており、特に赤ワインの生産比率が 65% と盛んです。フランケンはマイン川、ナーエはナーエ川、バーデンはライン川やその他の小川の流域に位置しています。バーデンで最も多く栽培されているブドウ品種はシュペートブルグンダー、トロリンガー、シルバーナー、グラウブルグンダー。シュペートブルグンダー、バーデンは白ワイン用ブドウ比率が 61.3%、 赤ワイン用ブドウ比率が 38.7% ですが、全体トップの品種はシュペートブルグンダーで 32.4% を占めています。ドイツ最東のワイン生産地域はザクセン、ビュルテンベルク、アール、ザーレウンストルート。ザクセン。ザクセンはドイツで最も東寄りのポーランドとの国境に近いワイン産地で、栽培面積はドイツで3番目に小さい産地です。ワインの生産量はドイツ全体の 1% にも満たないですが、ザクセンコイレと呼ばれるボーリングのピンのような形をしたボトルと、後輩品種のゴルトリースリングで有名です。本日の内容はここまでです。このチャンネルではワインソムリエ試験の対策をコンテンツの目的として、学ぶって楽しいをコンセプトにお届けしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。